番宿駅か。初めてここに来たのっていつだったっけ。あ、そうだ、ナヒーダの意識が博士に閉じ込められちゃった時、砂漠で救援を探すようにってあいつがオイラたちに知らせを残してくれたんだよな。いつの間にかこんなに経ってたのか。今のスメールってナヒーダの統治でどんどん良くなってきてるよな。この平和がずっと続いて、もうナヒーダがトラブルに遭わないといいな。おい、確かにオイラたちっていつも事件とかの中心になっちゃうんだよな。また何か起こらないとも限らないぜ。もしかしてお前の体質のせいか。お前ってトラブル体質なんじゃないのか。おい、オイラはお前に会うまでは全然こんなじゃなかったぞ。せいぜいクタクタに疲れた時に変な渦のせいで海の中に引きずり込まれてお前に釣り上げられた程度だな。うい、とにかくナヒーダのためだと思ってオイラたちもそろそろ次の旅に出発しようぜ。こんなところで会うとは思わなかったぜ。あんたら本当にいろんな場所をブラブラするのが好きなんだな。おいおい、オイラたち別にブラブラするのが好きってわけじゃないぞ。いつもやってるのは真面目なことだし、まあ旅とは関係ないかもしれないけど、まあいいや。それでお前はここで何してるんだ。さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。特に語れるようなこともない普通の護送。今から報告に戻るところだ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてたみたいじゃないか。私にも聞かせてくれよ。な、マジか。そいつは驚いたぜ。ま、あんたらはもともと旅人なわけだしな。ひとところに落ち着けないってのはわかる。でも今後は今日みたいに偶然顔を合わせることすら贅沢になっちまうのか。すごく寂しいぜ。そうだ、傭兵仲間たちと一緒にあんたらを送っていこうか。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。ひひっ、まさかディシアがこんなにオイラたちとの別れを惜しんでくれるなんてな。また機会があったら遊びに来るぜ。そうか。この砂漠を越えていくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。あんたらなら何の問題もなくつけるだろう。それでいつ出発するつもりなんだ。待てよ、まだスメールで食べてないものがあったような。前に書いたリストがあるからそれを見ながら。なら私も送別会をやるなんて野暮は言わないでおくよ。余計しんみりしちまうからな。今思えばスメールが今の姿になったのもあんたらのおかげみたいなもんだ。やっぱ英雄ってのはいつも静かに去っていくものなんだな。でもナヒーダにも挨拶していかなくていいのか。確かにな。じゃああいつを邪魔しないでおこうぜ。それじゃあここらでお別れだ、旅人パイモン。雇い主としてでも友人としてでもいつでも会いに来てくれ。
甘い。裁きの雷。岩山八九。手をつなぎましょう。た。は。気をつけて。逃げ道は。Thank you.
ここはもうフォンテーヌ領内の港みたいだぜ。フォンテーヌってなんか先進的だよな。工業が発達してて変な機械がいっぱいあるって聞いてるぞ。観光客としてってのも悪くないけど、何か目標を決めた方がいいんじゃないか。どう思う？そうだな、前もオイラたちに有用な情報をいっぱいくれたのはナヒーダだったしな。属性の七姿勢はオイラたちが今接触できる中で一番いい情報源に違いないぜ。うん、情報は多ければ多いほどいいしな。でも水神ってオイラたちと気が合うタイプだと思うか。ナヒーダはめちゃくちゃ個性的なやつだって言ってたけど、一国の神について知るならやっぱりその国のやつに聞いた方がいいよな。あそこに話し込んでるやつらがいるから行ってみようぜ。でもあの結末はちょっと悲惨すぎると思うな。根は悪いやつじゃなかったわけだろ。ええ、まさかあんな幕引きになるなんてね。てっきり家族のためにもうちょっと抵抗するかと思ったんだけど、残念ながら私が期待してたどんでん返しはなかったわ。でも彼の物語には感動させられるものがあったわね。そこの二人、何か用か。ずっと何も言わずにこっちを見てるみたいだが。ああ、オイラたち、フォンテーヌに来たばかりの旅人なんだ。二人にいろいろ聞きたかったんだけど、なんか劇のことを話してるみたいだったから、邪魔しちゃ悪いなって思って。劇？いやいや、俺たちが話してたのは現実のことさ。何日か前に審理された事件だよ。そうだったのか？でもさっきの会話、傍から聞いてたら物語っぽかったぞ。実は物語も現実の事柄を改変して作られたものが多いのよ。逆に現実だって誰かによって意図的に演出されている可能性もある。実際本当にあったことかどうかなんてどうでもいいの。舞台上で演じられている物語が素晴らしければそれで十分。ああ、君たちは外から来た旅人だから知らないわよね。フォンテーヌにはエピクレシス歌劇場っていう法廷があるの。通称歌劇場よ。それってなんか軽すぎないか。ああ、別にお前たちフォンテーヌのルールに文句があるわけじゃないけど、罪人を裁くのってもっと深刻なものって印象があるぞ。いいのよ、外から来た人はみんなそう考えるから。私たちはただ事件の背後にある感動的な物語を無駄にしたくないだけなの。君たちが心配してる審判は厳粛であるべきってことについては、絶対的な公正性を保つ最高審判官のヌビレットさんがいるから何の問題もないわ。それに神が作った審判マシナリー、諭旨裁定カーディナルって二重保険もあるし、冤罪や誤審なんてフォンテーヌにはほとんど無縁なの。審判マシナリーってもしかしてある種の機械みたいなやつなのか。気になる。機械があったら見てみたいな。そうだ、肝心なことを聞き忘れてたぜ。そのオイラたち水神に会いたいんだけど、どうすれば会えるんだ。そんなの簡単だろう。歌劇場に行けばいい。水神フリーナ様は毎日歌劇場に入り浸っていらっしゃる。あそこはフリーナ様の一番のお気に入りだからな。二人は多分フリーナ様と面と向かって話がしたいとか、そういう意味で言ったんじゃないかしら。フリーナ様に謁見したいってことなら少し難しくなるわ。かなり前に予約しておかないとお会いできないし、フリーナ様のスケジュールがどんな状況かにもよるから。水神って公務や何やらで忙しいのか。でもお前たち水神は毎日歌劇場に入り浸ってるって。いやいや、
フリーナ様はほとんど国の祭りごとには関与しない。予約が難しいのは単にフリーナ様が人気だからじゃないか。そうよ、なんたって私たちの神様なんだもの。話し方や行動が大げさなところもあるけど、それでも人気者なのよ。ププ、人々の神に対する印象が人気者なんて、オイラ初めて聞いたぞ。ちょっとだけ分かってきた気がするぜ。水神はフォンテーヌの大スターみたいな神なんだな。確かに間違ってはいないが、どちらかというとマスコットに近いかな。ちょっと、私たちの神様なのよ。それはあまりにも直接的すぎない？おっと、確かに外から来た人にはもうちょっと遠回しに言うべきだったな。じゃないと逮捕されてヌビレット様に会う羽目になりかねない。冗談はよしなさいって。確かに法律はたくさんあるけど、フリーナ様の悪口を言ったぐらいで罪にはならないわよ。よし、おかげでいろいろ分かったぜ。ありがとな。とにかく水神に会いたいなら歌劇場に行けばいいってことだな。予約しても実際に会えるのはいつになるかわからないけど、まあその間にいろいろ見て回れば。お？何見てるんだ？何かあったのか？まさか海に飛び込もうとしてるわけじゃないよな？ちょっと話しかけに行った方がいいんじゃないか？次の審判のチケット予約しようかな。どんなタイプの事件か見てからでも遅くないんじゃない？しかないことも確かにたくさんある。でもこれは仕方のないことよ。私はただ小さい頃お兄ちゃんと一緒に遊んでた場所を懐かしんでただけ。ほら、あの小さな丘の上。でもお前が指さしてるのって海だよな。もしかしてお前とお前の兄ちゃんは小さい頃海の中で暮らしてたのか？人々はよくフォンテーヌの周りにある水を海と言うけれど、実際は淡水で満たされた内陸湖に過ぎない。あの小さな丘のことは鮮明に覚えてるわ。でも今ではもう海の底。お兄ちゃんはよくあそこではしゃぎ回って砂ぼこりがたくさん舞い上がってた。周りの空気も太陽の光と海風の香りでいっぱいだった。海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしている。そして私たちをも。おいらよくわからないぞ。見ない顔だね。リネットの新しい友達かい？妹を気にかけてくれてありがとう。リネットはここで昔の思い出を懐かしむのが好きでね。心配はいらないよ。おっと、自己紹介がまだだったね。僕はリネ、こっちは妹のリネットだ。見たところ外国から来た旅人さんかな。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばっかなんだ。さっきまでお前の妹と喋ってたんだけど、その
なんか言ってることがよくわからなくて。そうだったのか。リネットがこんなによく話すのは珍しいんだよ。普段はとても物静かでね。会話は僕が担当することが多い。へえ、そうだったのか。オイラと旅人のコンビもお前たちと似てるぜ。いつもオイラだけが喋ってるんだ。おい、え、そうだったのかよ。私もお兄ちゃんがおしゃべりだって思うことがある。僕たち似た者同士みたいだね、バイモン。それで、さっきリネットが言った、海は今にも私たちの思い出を飲み込もうとしてる、私たちをも、って一体どういう意味なんだ。ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。予言っていうのは起こるかどうかわからないものでしょ。でもフォンテーヌではすでに現在進行形で起こってることなんだ。それはどこから話せばいいか。そうだ、この件はまた今度話そうよ。僕たちまだちゃんと挨拶をしてなかったよね。おい、さっきの自己紹介だけじゃ足りないのか。こんにちは、旅人。それから、こんにちは、パイモン。おい、なんでオイラとは握手じゃないんだよ。リネは一体何がしたいんだ。気にしないで。フォンテーヌにおける交友のマナーだとでも思ってや。もしかしたら役に立つ時が来るかもよ。そうなのか。まあ、現地の友達ができるのはいいことだけどさ。そういえばオイラたち、歌劇場に行って水神と会いたいんだけど、よかったら道案内してくれないか。クリーナ様に会うのかい。いいよ、ちょうど僕も歌劇場に行くつもりだったんだけど、まずはここでの用事を済ませたいんだよね。僕についてきて。君たち、フリーナ様に会いたいって言ってたけど、あちらから二人を出迎えに来てくださったみたいだよ。者も、グロシを持つ者も、持たざる者も、杯を掲げよう。グロシがない者は代わりに腕を。諸君らの見ての通り、見知らぬ旅人が我らの国を訪れた。さあ、彼らに祝福を。遠路はるばるやってきた旅人とその仲間のために祝杯をあげようじゃないか。おい、オイラたちのことか。君たち二人がいくつかの国を派手に荒らしてきたことはもう耳にしているよ。だがそれでも歓迎しよう。いや、それどころか、この僕が直々に出迎えてあげようじゃないか。恐れなど、
小物が抱く感情だ。僕は神として、そんな無意味なことを心情にして警戒したりはしない。君の経験さはよく知っているから安心するといい。こたびの越権は僕の力と権力を仰ぎたっ飛んでもらうためのものだ。賢き者は常に正しき旗のもとに集う。これ以上に英明なことなどないだろう。ようこそ水の国へ。君たちの旅の価値と意義をこのホカロルスが認めよう。さあ思う存分開催を叫ぶといい。オイラもまだ状況が分かってないぞ。まだフォンテーヌに着いたばっかなのに。それにこの水準、前置きもちょっとなんだか大げさっていうか。その聞きたいんだけど、なんでオイラたちが来ることを知ってたんだ？うん、君たち異教人が凡庸な考えを持ってしまうことは十分に理解できる。しかし神の中にも平凡な神と優秀な神がいるというのを忘れないでほしい。君たちが僕の才能に驚くのも無理はないけどね。今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。君たちが本当に神と会話できるほどの人徳と礼儀を兼ね備えているのかどうかについてね。僕からすれば君たちの情報を得ることなんて指を動かすのと同じで、これ以上ないくらい簡単なことさ。うわ、めちゃくちゃ偉そうだぞ。ん？おやおや、なんだいその目は。もしやこのような歓迎の儀にすら満足できないと？もっと何か言ってあげれば気が済むかい？オイラたちが話題を切り出すのを待ってるのか？ああ、こんなところでフリーナ様に会えるなんて珍しいわね。あ、二人はもしかしてあの有名な異教より訪れる金髪の旅人だったの？さっきは気づかなかったわ。なになに、フリーナ様がいらっしゃったって？何か面白いものでも見られるのか？そりゃそうさ。なんたって異教より訪れる金髪の旅人だぜ。フリーナ様がわざわざここに来られたのは、きっと彼と素晴らしい対決を繰り広げるために決まってる。おお、そいつは楽しみだ。やっぱりフリーナ様は俺たちの期待を裏切らないな。いかにも。しかしそう焦らないでくれ。まったく、僕を信奉する民はいつも観衆と一緒になって高らかに叫びたがる。少々耳につくが、僕はそれすらも寛容に受け止めよう。これは褒美だと思ってくれ。君たちの想像通り、僕はこの異教の旅人と歴史的な対決をするつもりだ。いきなりやり合うのか？なんか展開が早すぎるような。君は恐れを感じないのか？これは神との対決なんだぞ。何をする気だ旅人。民の前で神を愚弄するつもりか？古本、気にするなクロリンデ。神に向かって剣を抜ける者などそういない。その勇気は称えよう。彼は正真正銘の闘士であると言わざるを得ないな。だが残念だ、この時代の人々は常に刺激を望む。単なる武力対決では飢えた魂を満たすことはできないだろう。確かに言われてみりゃ、殴り合いの対決だけじゃ面白みに欠けるな。エリニュス島の犯罪者たちもしょっちゅう決闘を通して自分の名誉を守りたがるし、確かに武力対決には飽きてきたな。そうだろう。であれば、正義の神である僕が
この異教の旅人と法廷で対決しようではないか。おお、そいつはいい。そう来なくっちゃな。ああ、こっちのホームはフォンテールなんだ。過激場を利用しないなんて惜しいな。なんでそこまで観衆の反響を気にするんだよ。その過激場ってとこに浸かりすぎなんじゃないのか。それに法廷で対決するって言ったって何をするんだ。まさかオイラたちを審判でもする気かよ。君たちに審判を下す理由はもちろんあるさ。むしろすでに明白だろ。フォンテーヌの法律において月始めの3日間はいかなるものであろうとフォンテーヌの街中で飛行物体を放つことは禁止されている。君たちはすでにこれに違反しているのさ。おお、確かにそうだった。さすがフリーナ様、フォンテーヌの法律のことなら右に出る者はいない。それのどこが明白なんだよ。そんな変な法律。いや待てよ、オイラのこと飛行物体だと思ってるってことかよ。そうだとも、異論がないなら水神の名において君たちを逮捕しよう。申し訳ございません、フリーナ様。空気を壊すようではありますが、口を挟むことをお許しください。そのパイモンは飛行物体に入らないと思います。そうだぞリネ、やっとまともなやつが話に加わったぜ。オイラが飛行物体なわけないだろ。おお、大魔術師リネ、我が愛しの民よ。僕への反論は許すが、一体どうやってそれが飛行物体でないことを証明する気だい。魔術師ともあろうものが場をかき乱してしまいましたね。そのフォローをする責任は当然ながら僕にある。ちょうど観衆も揃っていることですから、ここで一つマジックを披露いたしましょう。見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきです。この糸はずっと存在していて、さっきまでは見えていなかっただけなのだから。それってマジックっていうよりジョークに近いんじゃ。俺は面白いと思うが。よ、いいぞ。あー、なんつったらいいか。それじゃあフリーナ様のお考えが。素晴らしい、実に素晴らしいよリネ君。こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出は完璧なものになった。演出？今日の出来事を演出の一つだって言いたいのか。であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。だが審判の理由さえあれば、異教の旅人どころか異国の神であろうと僕は裁くことができる。それではリネ君に、リネット君、君たちの次のパフォーマンスを楽しみにしているよ。皆の衆もまた会う日まで。もう行っちゃったぞ。なんかよくわからない紙だったな。
質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備をしておいたのさ。まさか本当に役に立つなんて思ってもみなかったよ。これでフリーナ様がどんな神なのか分かっただろう。時々訳が分からなくなるけど、一応は理屈が通じる。ところでリネ、お前ってすっごいマジシャンだったんだな。歌劇場でパフォーマンスとかやるのか？単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。マジックの助手もリネットがやってくれてるけど、実はフォンテーヌ最高のホールである歌劇場でパフォーマンスを行うのは今回が初めてなんだ。あれ？でもそういや、歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなかったか？事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。フォンテーヌじゃもともと審判と公演の境界が曖昧だからね。そうだ、これも何かの縁だし。旅人ファイモン、君たち二人を公演のお客さんとして招待したいんだけど、どうだい？お兄ちゃんは知り合いが多ければ多いほどテンションが上がるタイプ。ひひ、いいな。どうせしばらくやることはなさそうだし、それにもともと歌劇場に行くつもりだったからな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。道案内もしてあげるからさ。あ、でもまだやることがあるから、とりあえずそっちを。本当かい？じゃあ遠慮なく。これマジックポケットっていうマジック道具なんだけど、これをここにいる人たちに配ってきてくれないかな。え、こんなマジック道具で何するんだよ。前に予言について聞いてきたでしょ。まずはそれについて詳しく説明しようか。いつからかフォンテーヌにこんな予言がささやかれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることはない。フォンテーヌの海面が上昇し、罪を背負いし人々が海水に飲み込まれるまで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を流す。そして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。めちゃくちゃネガティブな予言だな。なんでフォンテーヌ人は生まれながらにして罪を抱えてるなんて言うんだ？罪って一体何の罪なんだよ。人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂ってるとか、別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで天空の島の神の怒りを買ったとか。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。こういった説にも証拠がないから全ては想像に過ぎない。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら、予言なんて無視すればいいじゃないか。別にやましいことなんてないんだろ。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々はこんな可能性を無視してただじっと死を待つだけでいちゃいけないと思うんだ。少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。だからこうしてみんなにマジックポケットを配ってるのさ。これはマジック道具で高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。なあ、あるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。どうだろうね。僕たちはあまりにも小さな存在だから。さて、手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。なんと言われようと
無理やり押し付けてきてくれればいいからさ。それ、君たちも予言を信じてるのかい？俺はいらないよ。お前は予言を信じない派なのか？いや、信じてるよ。でもそっちじゃなくて、もう一つの寓話の方を信じてるのさ。物語によれば、人々はかつて海の中に暮らしてて、海を離れられない存在だった。人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、海を体内に包み込んで、陸に上がった。ってね。だから、たとえ海面が上昇して海に飲み込まれたとしても、ただ帰るべきところに帰ったってのと同じなんじゃないかな。おぉ、そんな説もあったのか。でも、海に飲み込まれたら人は死んじゃうんだぞ。いや、やっぱりもらっとけって。ああ、わかった、受け取ろう。俺はただ予言にある人は海に溶けるが死とは限らないと思っているだけさ。どうだい、さっきの物語面白かったろ？君はかの有名な金髪の旅人だったのか。気づかなくて失礼したよ。マジックポケットか、用意周到なんだな。確かに信じないよりは信じた方がいい。それじゃ受け取っておけよ。大魔術師にお礼を言っておいてくれ。引っ越すならどこがいいだろうな。スネージナやリーユへ。別にいらないよ。たとえ予言が本物だとしても、みんなを飲み込むほどになるのなんかもっと先でしょ。人は今を生きないと。この先もし何かが起こるなら、起こった時にまた考えればいいよ。それでもやっぱり受け取ってくれよ。万が一って時に役立つかもしれないだろ。わかったよ、ありがとう。私はただ引っ越すことは今の生活を捨てるのと同じだと思って、それが嫌なんだよね。今の暮らしがなくなったら一体どうなるんだろう。想像もつかないよ。もう全部配り終えたのかい？どうだった？みんな、その、自分なりの考えを持ってたでしょ？ああ。でも災害が本当に起こった時には、きっと今の考えを変える人も多いんじゃないかな。だから準備をしておいて損はない。それで、まだ他にやることはあるか？あとはもう最後の一つ。実はマジックポケットは、フォンテーヌ邸にある工房のオーナーが作ってくれてるんだ。せっかく行くわけだから、ついでに材料を持っていこうと思ってね。材料集めだな。どんなものか教えてくれよ。人手が多ければ早く終わるぜ。うん、君たちがいてくれて助かったよ。材料はロマリタイムフラワーっていう植物で、港の東側の海辺にいっぱい生えてるよ。
リタイムフラワーを摘むには水元素力を使わないといけないみたいだな。菅はプロの旅人、仕事が早いね。こっちもいくつか積んでこれたよ。ほら、リネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で元気出ないかも。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえずことは全部済ませたから、フォンテーヌ邸に戻らない？歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか。フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。し、また見て、あの子、あっちの女の子。ん？あの女の子がどうかしたのか。オイラは別に何とも思わなかったけど。いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね。どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。静かに。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして。もし逃げるとしたら、必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ行くよ。もしかしたら
オイラたちを誘い出そうとしてるだけってこともあるし。なんか何にも進展がないけど、リネのやつ泥棒を捕まえられたかな。お、行こうぜ。他になくなったものはないかい？いや、大丈夫だ。助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ、俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか？ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ？大したことじゃない。ちょっとくじいただけさ、もう大丈夫。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。そんなにすごかったのか。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。これは純水線だよ。フォンテーヌの全ての用地をつないでるんだ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから、ずっと乗ってるとちょっと退屈かも。だからこそ君たちみたいな友達と一緒に乗らないとね。つまりお兄ちゃんは私と一緒にいても退屈って言いたいの？いやいや、そんなことないよ。ほらリネットは普段口数が少ないでしょ。それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じがして。そう。どこの兄ちゃんも妹にはかなわないみたいだな。そろそろ時間だ。早く船に乗ろう。私の人生の中でもとんでもないビッグニュースよ。どうしてフォンテーヌに？君たちがフォンテーヌに来るなんて聞いてなかったわ。すごい偶然だな。オイラたちみたいに旅するやつはいろんな場所に行くから、オイラたちがフォンテーヌに来るのを誰も知らなくてもしょうがないぜ。
まあ水神がどうやって知ったのかはわからないけど。あ、そうだ、この二人はさっき知り合った友達なんだ。紹介は結構よ。かの有名な魔術師のリネさんに、その妹兼助手のリネットさん。このお二人のことすら知らなかったら記者なんてとっくにやめてるわよ。はじめましてね、私はスチームバード新聞社の記者シャルロット。はじめまして、スチームバード新聞社の記者だったんだね。君たちの新聞社には以前僕たちの公演の宣伝でいろいろと世話になったや。お会いできて光栄です。みんな顔見知りだし、なんだか一気にフォンテーヌに馴染めた気がするぜ。あ、そうだ、シャルロットは最近何してたんだ？また何かビッグニュースでもあったのか？最近はまあまあかな。ニュースの素材がないときは歌劇場で最近審理された事件とかを報道してるわ。同じ内容でも報道の仕方さえ工夫すれば読者の目を引くものになる。例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。はぁ、そうなのよ。さすが、わかってるわね。私が追い求めてるのは独占的かつビッグな超仰天ニュースだから。最近のこういう内容は私の才能を無駄遣いしているとしか言いようがないわ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。いえ、一連の事件と言った方が正しいわね。連続少女失踪事件のこと？ええ、これはフォンテーヌで最も謎に包まれていて最も話題性のある事件よ。もし連続少女失踪事件が解決した時、一番に記事を完成させてスチームバード新聞社の一面を飾ることができれば、同業者はみんな涙を流して嫉妬するでしょうね。その時のためにもう素材は山ほど集めたわ。あとは真実が明かされるのを待つだけよ。連続少女失踪事件、一体どんな事件なんだ？犯人はまだ捕まってないのか？そうよ、一件目に起きた少女失踪事件はなんと20年前まで遡るわ。あの年代から現在まである一定の間隔を空けて少女が失踪してきた。みんな似たような年齢でどれも痕跡はなかったわ。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。